小鳥トンネルは岐阜県高山市にある中部縦貫自動車道のトンネルである。全長4346メートルで国道158号小鳥峠のほぼ真下を貫いている。2004年11月、同道路の左読みジャンクション、高山西インターチェンジ間の開通と同時に暫定に車線で共用を開始した。高山市の中心部から高速道路へのアクセスは トンネルの供用開始までは国道158号の小鳥峠を経由して東海北陸自動車道の日田清美 IC へ達するルートが一般的であったが道路状況が良好ではなく特に冬季には路面凍結によるスリップが原因となった重大事故が絶えなかったこのトンネルを含む鉱山清美道路の供用により冬季間の交通の安定度向上など利便性が高まったなお 鉱山清見道路は通行料金が不要の道路として強用されている。トンネルという閉鎖的な空間由への問題である眠気や圧迫感などを軽減するため、トンネル内壁面には注意力を高めるため、カラータイルを線上に配置することにより継続的に注意を喚起することを目的としたシークエンスデザインを採用しており、この試みがグッドデザイン賞を受賞している。 また、4000メートルを超える、比較的長いトンネルであることから、換気設備には効率をより高めた他火災発生時に、適切な制御を行うことを考慮した、Z ファン34台及び、倍遠量の透過率測定器、一酸化炭素濃度測定器、風向風速測定器が、それぞれ2台設置されているほか、トンネル高校付近には、走行車種、速度を測定する計器も設置され、 測定機器については換気設備の制御に供されている。降雪地帯のため、両端のトンネルで入り口には融雪及び凍結防止を目的としたヒーターが路面に埋設されている。また、高校の両端にはチェーンベースが設けられており、トンネルの供用開始時点では冬季のみ供用されていたが、後に休憩場所として通年供用されている。ありがとうございます。